い、皆さんこんにちは、サスライナーキッドです。こちらのキットですね、ずっと待ってたんですよ。ずっと待ってました。ゲルグーマリーネですね。ゲルグーマリーネのシーマカスタムがやっと再販されたのがね、手に入れることができたのでご紹介したいと思います。ドーバスさんにね注文してただいぶ前だと思うんですけども、予約はですね取れたんですけれども、ただうちに来るのはねかなり遅れてたんで、再販キットなんですけどもご紹介したいと思います。待ちに待ったキットでした。はい、それではキットの中身、じゃじゃんじゃんじゃん、こんな感じですね。ちょっと、ランナー1枚ずつ見ていきたいと思います。まずこちらのランナーですね。こちらのランナー、アイロプラですね。綺麗に赤色分かれてますね。こんな感じですね。でポリキャップクリアパーツ、ビームサーベルですね。ビームサーベルがクリアパーツで入ってますね。こちらに、そしてランナーこちらですね。特徴的なボディーパーツですね。綺麗な紫ですね。綺麗な紫がついてます。いいですね、このスカートの形状はでかくて、こう作っていいですね。いい感じですね。そしてこちらが肩回りのパーツですね。プロペラントタンク肩回りのパーツですね。この肩回りのこのプロペラントタンクの色は成形色としては本当はグレーにして欲しかったところなんですけども、この、ね、肩のパーツと同じ色になってますね。このプロペラントタンクはちょっと着色が必要ですね。そしてボディのパーツですね。ボディ、あ、じゃあ足のパーツですね。足のパーツですね。足のパーツごっついですね。と、縦シールドのパーツですね。これもディティール入ってますね。結構銃のパーツですね。銃のパーツになります。そして最後に説明書ということですね。じゃあ説明書の方を見ていきたいと思います。はい、それではこちら説明書ですね。説明書になります。こんな感じですね。かっこいいですね。組み上がりもかなりいい感じですね。一部着色、赤色だけではこの色にならないと思いますけれども、まあ、ほぼ、こんな感じの色プラがね綺麗に分かれてますんで、こんな感じですね。そして表紙から、機体の説明ですね。かなり細かいことを書いてますね。かなり細かいことを書いてますね。この装備的に、ライフルライフルが、説明的にはビームライフルですね。この大型のビームライフルですね。大型のビームライフルがつくんですけど、このマシンガンはついてないのかな。このマシンガンはどうも合わせ的にはついてるのかな。ちょっと組み立ての説明から見ていきましょうか。組み立ての説明ですね。ランナーはこれだけですね。ランナー1、2、3、4、5枚ポリキャップ1枚ですね。で、こんな感じですね。組み立ての感じから見ていくとそうですね、後ろの方、例えば足 この後ろの面は、こうパーツで押さえるんですけど、この前の方は合わせ目が出ちゃいますね。合わせ目が全く出ないというわけではないですね。合わせ目一部やっぱ出ますね。合わせ目が一部出るパーツですね。特に、そうですね、このプロペラントタンクですね。このプロペラントタンクのところとか、あとそうですね、特徴的なのは肩周りですね。肩のこのラインですね。肩のトップのラインのところは、合わせ目が出るので、あと顔のところですね。このとか合わせ目消しが必要ですね。銃、まあ銃のところもちろんですね。なんである程度合わせ目消しを前提に作らないといけない。まあそんなにね、あの HE としてもものすごく最新のものではないので、その辺はしょうがないかなという感じですね。そして説明ですね。説明が書いてますね。マリーレンズ説明ですね。MS-14SF ゲルググマリーネ、ゲルググマリーネは一年戦争末期に実施された統合整備計画に以前、海兵マリーネですからね、海兵隊上陸戦闘部隊使用としてアバ枠の、公表で、短期間に生産された機体であるということですね。かなり高機のモビルスーツですね。投入が想定された任務の特殊性から、走行圧や形状が独特、そうですね、他のゲルグ系の機体と比べてグラマラスのシルエット、そうですね、結構絞ってありますからね。グラマラスなシルエットを持つ、これはバーニアやラジエーター、プロペラントタンクなどのユニットが大型化したためと、装甲などにスペースドアーマー構造を採用しているためである。重量出力比や機動性、運動性など、むしろ後の JG 型ですね、 JG 型に匹敵するレベルのスペックを達成しており、量産タイプの F 型と指揮官用の FS 型を含む F 系の機体は JS 型の過度な過渡期的なコンセプトを持っていると。ほとんどまあ J 型と同じぐらいの性能を持ってたっていうことですね。後期型ですけどね。
特に FS 型は F 型よりもさらに軽量化されている。そうですね、これ FS 型ですから、さらに軽量化されている。レスポンスが改装されている。生産ラインの確執や実践等において、時期的な問題から越前戦争に参戦した機体は少なく、むしろ、戦後の広告残党軍によって使用された。そうですね、これほとんど残党軍が使ってたモビルスーツですね。なんで対戦、いわゆる越前戦争にほぼ参加してないってことですね。ゲルマリーネは星の屑作戦を敢行したテラーズフリートの所属のシーマ艦隊によって最も多く運用されていて、ほとんどでもシーマ艦隊しか使ってないんじゃないですかね。艦隊機関の、ザンジバル級リリーマリーネ、マルレーン2ロ機、ムサイ、配下のムサイ級7隻、合計30機が配備されていたと。ほとんどそれで全てなんじゃないですかね。シーマ機のみ使用機関、指揮官企業の FS 型、ほとんどの機体は、マシンガンを装備していたが、シーマ機のみ、強力なビームライフル、これですね、強力なビームライフルを、装備していたということですね。かなりカスタムしてあるということですね。はい、いろいろ書いてますね。シーマの個人的なコネクションによって変則的で、特例的な調達が可能になったという説もあるが定かではないと。まあシーマさんはね、自分仕様でめっちゃカスタムしとったっていうかどうかはまあ分かんないって感じですね。結構ソラスターもいっぱいついてますし、そうですね、100ミリ砲ですね。上のところはマシンガンになってるんですね。まあ弾はあんま入らんと思いますけどね。あと頭部ユニットにも、マシンガンですね、マシンガンがついてるところなんで、結構武装重視ですね。かっこいいですね。ちょっとやっぱマッシブ、ね、ゲルググもともとかっこいいですけども、かなりかっこいいゲルググの機体、そしてこのカラーリング、そしてシーマ様の機体ということで、ずっと欲しかったんですけども、やっとですよ、やっと再販で手に入れることできたんで、こちらも頑張って、まあ、ライブ等でね作っていきたいと思いますんで、またそちらの方もよろしくお願いします。それでは皆さんありがとうございました。さすらい泣きのでした。